ウイマ太極拳のリエです。エミです。はい、今週もレッスンの時間がやってまいりました。もう最近の私のテーマで、はい、このチャンネルでもね、はい、何度かお話ししてると思うんですけれども、お腹周り、お腹周りあのすればちゃんとする下で、はいっていう感じでね、細胞も分かりましたって感じでこうなるんですけど、ちょっと忙しくなって忘れちゃうと、あ、もういいんだみたいな感じでやるんってなっちゃうのがお腹周りですよね。素直な感じですね。素直ですね、とっても。そうなんですよ。でも、最近のね、私のテーマなんですけれども、ちょっとね、またお腹周り気になってきたんで、そういう方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかと思いまして、新しいお腹周りのエクササイズを見つけてきたのでご紹介しようと思います。はい、では今週のエクササイズいくんですけど、私だけが張り切ってます、はい、巻き込んでごめんなさいそう、お腹痩せたいんです、はい、でもそう思ってる人いっぱいいると思うので、やっていくんですけれども、じゃあどういう動きかっていうと、まずやっていただきますね、はい、まず手を上げて、でひねって反対側の こうクロスさせて反対側の膝についていくって感じなんですけど、これね、いろんなところのエクササイズをね、紹介しているところでも言われていると思うんですけど、気をつけなきゃいけないのは、こう体を近づけちゃう、そうこれちょっとズルしちゃうことになるので、あくまでもこうお互い、そう足まっすぐの、体まっすぐのまんま、つられないようにこの状態で、くっつけていきます。ありがとうございますはい、じゃあ次、私張り切って頑張っていきます。はい、はい、では先ほどの説明を踏まえて皆さんと一緒にやっていくんですけれども、一応推奨はね、1日左右で30回、だから右左を1回として考えて30回やっていくんですけれども、ちょっとね、私もやる気満々ですよ、はいはい、でも時間の関係で今日はね、その半分で皆さんと15回、なので、そうですね、15回、15回やっていきます。はい、では早速姿勢とっていきましょうか。まず、腕を上げ、そう、エミさん横向きね、はい、はい、腕を上げてやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。1、これで1ね、左右で2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、お疲れ様です。はい、今週もレッスンやっていきましたけれども、いかがだったでしょうか。これはやっぱりひねりが入りましてね。はい、そうですね、うん、そういうところもすごくやっぱお腹に効きそうっていう感じがね、うん、しましたね。しかも結構この動きはその気候とかじゃなくてもやったことある人多いんじゃないですか ね、うん、なんかサッカーとかの練習とかでもなんか ね似たようなのがあったりとか、あと、うん、あと普通の、なんだろう、そういうダイエット系の、あ、そうエアロビとかでもそうだし、ダイエット系のエクササイズとかでもね、よくこういうの取り入れてる。なんかどの分野から見てもやっぱりこうひねっていくっていうのはね、お腹に効くんでしょうね。実際やって燃えてる感じありましたからね、うん、そうなので、ちょっとね、結構割となんていうのかな、簡単にできるエクササイズだと思うので、ちょっと続けて一緒に頑張っていきましょう。はい、では今日のレッスンはここまでになります。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。